が、ゾンビターミネーター系ゾンビ。ゾンビなんてもうパッサパサです。パッサパサにしてほしいと。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。一番白くなるよね、釘まで白い。なんかゾンビって結構汚いね。ああ確かに。それは腐敗して緑がなってるよね。脂肪って表現するからね。そうじゃない。それで目の周りもドス黒く。目の周りもドス黒く。ゾンビは正義があるといけないので、基本。誰かいるの。いませんですか。誰や。今の感じね、ほんまにこうよ。ああ、でもいいよ、かなりサイケな。この後、白で、もう歯を作ってくるので。ああ、そう。黒いも左右対称にしなくてもいいです。ここはあえて左右対称に、ガタついた方が重いんで。なんかあんまりシンメトリーなイメージしてるから、ほんまにガタついてる。下手くそみたいな、下手くそみたいな、下手くそみたいな。左右対称したこっちは。ああでもいいな、これ。そう自分でやって失敗したことある。難しいと思う。だから100均でネイルチップ買ってきてつけた。でも今口に10分かかってる。そうやばいよ。まあこれはもうぼうぼうしただけやね。じゃあ物理的にってこと。はい。やり返すよそれは。ああ緑を足していっちゃう。緑が入るとちょっとなんか。どうなんだろうね。あーでもちょっとゾンビ感出てるわ。下の骨とかの入ってぐらいのところまでいっちゃって、今度すごい骨のとこを捉えて、であとこういうさっき見せたこういう色とか黄土色みたいな。ああ腐ってるのあるわ。腐ってる。これ頬骨の下なのね。頬骨の下、頬骨あってその1個下のこの間どんどん足してください。あー分かった。何に似てるか、なんかこんなんおなやった。妖怪ウォッチにあ、おったよね。口に太いやつ。そうそう、妖怪ウォッチのお化け。あ全員嫌いなんだよね。幽霊でしょ。そう幽霊みたいな。名前分からんけど面白さは求めてない。本気です。本気だもんね。僕はもうお化けにしか見えない。面白くなっちゃってるもん俺も。これ完成。今回のテーマ、じゃあカメラ妖怪ウォッチ。いや回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。ちょっとモテたい子はこれを真似しようじゃないですかね。ああ来た。はい、モテたい。モテたい女子はもうキャットで好きでしょ。りょうちゃんは好き。猫自分も好きだよね。その顔で見えるからそれ。本当にりょうちゃんは猫みたいな女の子好き。ああ女の子映れる猫みたいな女の子。そう知らない。猫が好きだよ。じゃあ猫顔って芸能人って言うと誰知らない。小西は何木村カエラ、佐々木陽美じゃない、江角真紀子。あれは橋本環奈さん。あれ違う。あれ違う。あれチワワ。あれ犬。えあ犬なの。あれ犬じゃない。えわからん。あれ犬？俺島田キャットアイの作り方。キャットアイ。やっと実用的な話ですよ。おい。下の目の形に合わせて、スイートの形に合わせてつけられてください。そうすると似合うキャットアイが作れます。下から持ち上げるの。そうです。あれはね、こういう感じなんですよ。なるほどね。アイライン引く前にちょっとそのパウダーとかファンデーションを目の際に入れておくと落ちづらいです。で、シャドウのキャットラインに合わせて斜めにチャラッと入れる。見る目分かる世代でもないですね、絶対。今もうちゃんと言えばレッドシアターなんだ。ちゃんと言えばレッドシアター。そっちじゃない。あ、そうか。俺はウリナリ。ウリナリ懐かしい。ウリナリ。おひげいきます。おひげいきましょう。はい。超大事。した。あ、短いか。ドラえもんより重い数ってじゃない。いや、お前。ドラえもんさんもだ。あ、そう。花の色大事だと思うわ。モデセンネコのところなんで。完成。はい。お、完成。初めて15分で完成。うん、本当。ありがとうございます。っていう気になってくれたら嬉しいですね。いや、なんか少しでもお手伝いしてもらったらなと思う。なので翔ちゃんの言ったことを参考にぜひチャレンジしてみて。モテタイプはもうこれこれこれも俺無理。でもあれもいいですし、あ、違う、いや、妖怪ウォッチどういう点だから。